ガリシア州内の一テオは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカでサンティアーゴに属する。ガリシア統計局によると、2014年の人口は18,254人。住民故障は男女同型で、テインセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は49.80%。テオは面積8 0キロ平方メートルで、 アコルーニア県の南部に位置し、コマルカでサンティアーゴに属している。接する自治体は、北がアメスとサンティアゴでコンポステイラと、南がパドロンとアイストラーダと、東がベドラと、西がブディオンとロイスとなっている。13の教区に分けられる。自治体の中心地区は、ルシ教区のアラマジョーサ地区、サンティアゴでコンポステイラ四方管轄区に属す。地形は、北部のペナアグレラ、 アルトデモン島とプルガ山から海抜100メートル以下のウジャ川の流域まで平野が続いている。地理学的にはテオのある土地は血眼、花崗岩などの硬い地盤で形成されており、また堆積岩はウジャ川やサンタルシーヤの谷間のような高度の低い地点に見られる。自治体主張はガリシア民族主義ブロックのマルティーニョ・ノリエガ・サンチェス自治体表議員は ガリシア民族主義ブロック。9、ガリシア国民党。6、ガリシア社会主義者党。1、インテオ。1となっている。テオは12の教区に分けられる。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。